こんにちは、こんばんは、いずみんです。今回は、えー、診断アプリをやっていきたいと思います。人の不幸は蜜の味。腹黒チェッカーやっていきます。まあ、あれですもんね。人ってわかんないですもんね。あの、心の内っていうのが。どれだけ腹黒いんだろう、実際に。この中で、一番大事なものは、お金、友情、愛。 ああ、どれも大事だよね。お金がなければ、あの、何も始まらないような気もするし、何もできないし。友情も大事だし、愛情も大事、うんだ、うん。まあでも、友情かな。友達と同じ好きな、お友達と同じ人を好きになりました。三人の関係を続ける。先手し、ああ、人によるかもしれない。 ああ、うん、幼馴染とかだったら譲るかな。まあでも、もし、まあ、相手だよね。まあ、俺は男なんで、あの、女の子が、む、うん、向こうを好きになれば譲るし、みたいな。今譲るかな。自分で思うあなたの魅力は。これ、うん、一番上かな。結構言われるんで。 人生についてどう思う思よくわからないうんよくわからないね難しい人生は何が起こるかわからないことだと思うんで他人の評価が気になりますかあ結構気になるね何が入ってるかわからない箱が3つあります何が入ってるかわからないなら開けないかなもしかしたらね うんなんか危ないもんが入ってるかもしれないし気分転換にしたいものはあ,あゲーム自分の短所はどこだとあ,あ頑固短期秋っぽい短所だったらいやそこまで短期でもあ,あでも最近短期になり始めてんだよなうん秋っぽい秋っぽくも秋っぽいかなどうだろう かっいいかな自分のことが好き嫌い普通あ嫌いだね自分のことはあなたは自分のことをどう思ってますかかわいいかっこいい不細工ああ不細工だね今までに死にたいと思ったことはありますかあるない時々思ういやこれは多分あの人間誰もがあることなんじゃないですかねある まあ、さっきの問題なんですけど、まあ、思っても行動するかしないかですよね。そこがあれですよね。あの、川一枚繋がってるみたいな。自分のことは変わってると思う。時々思う、思う、思わ、ね、あ、時々思う。この中で好きな数字の組み合わせはあ一1、2、5、あ一1、3、8。リラックスできる場所はまあ、家かな。 あなたの好きな人が落ち込んでたら放っておく。周りの人に聞く。話を聞く。それは話を聞くでしょうもう間違いなく話を聞くです。えー、魔物的ハラグロド。ハラグロド60%未満。自分の手を汚さずに涼しい顔で周囲を消し掛け。目的を達成するあなた。言うまでもなくハラグロド高い。マジで 二人目のの顔を持つことがでできるので詐欺師の素質も <laughs> マジかよ <laughs> 仕事上年ああマジかよそんなことないと思うんだけどな <laughs> 魔物的しかも魔物って書いてあるし <laughs> えこういう診断結果になりました皆さんもよければやってみてくださいよ それでは、よろしく、あ、それではじゃない。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたです。